マジで。Google 先生に任せときゃ大丈夫だ。3巻出てきたわ。ライも刺すのかビールなぜライも刺すのか。ほんまやめっちゃずっぽ刺さってるやん。こんなちょぼペグでもちょぼペグいけてるで。えふふふい。おいおもえんで。あと花粉症。いやそんなことないわ。絶対こいつ Google マップ見とるわと思ったから。はい。さ、まだあった。どれ？これ？あれ。来たね。めっちゃいい景色出てきた。どうや？疲れた。行きません。50キロぐらい休んだ。そうなの締まり。釣りバスいい。いや全力疾走や。いやないやろ。走る走ってもいいよ。こっちは渡らないかと思う。怖すぎる。横に穴開いてるやつがやっぱ怖いよな。そういうことしない。待て。すごい水下がってる。すごい湿気。コウモリ靴。コウモリがぶら下がってるかのごとく。
れるで。いやーでもすごいね、これ気持ちよろしいですな、気持ちよろしいですな。お疲れ。うん、あ、飲んじゃった。どうや。あれですね、図らずともはしゃいちゃうとこっすね。これは美味しいよ。ちょっとやりすぎるやつやね、これ完全に。まさかのあら汁まで出てくるな。おつまみとあら汁。よいしょ。ビルやったら10回以上やな。10回は何ちゃった余裕の時間。焼肉感出てきたよ。すごいな、魔性の食べ物やもんね、これ。麻薬やばいで。チーズは最高や。これ魔の食べ物か。こいつら完全にこれはあれやね、しゃぶやね。しゃぶやっとるな。これはえげつないで。しゃぶチーズ椎茸メルティングチーズ、うん、いっちゃってよ。手つかみか、タレつけようかどうか迷うな。うん、好き。わっは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 。一口無理やろ、それ。うん、あ、それ無理だろ。出せ出せ。めっちゃうまい。絵になる男だな、こいつな。うん、なぜ一口でいったしっていう。やっぱ男はずを、椎茸一口。めっちゃうまいよ、これ。最高や。あとまだリングアウトしてるよ。ちょっと放送できないかもしれない。でも美味しいのは間違いない。ノーコメントおじさん。ノーコメント。いや、これはうまそうですね。やべえ、うまそう。砂肝がすっげえいい感じやから、これ。なんかお腹いっぱいで終わる。巻き割り田村。巻き割り田村。なんでやねん。上手に焼けたか？今焼いてるとこですわ。美味しそう。ありがとうございます。網について食べるとこねんなの。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いいタイミングにおもちゃハラしてるとこへ。おい、ゲミンライアン、いろいろゲミンライアン。どれが炭かわかんねえ。これは炭か、これ炭だ。人見ない。焚き火料理の醍醐味よね。熱伝導率の高いものにね入れて、ダッチオーブンがまだ温まってるから、最後はちょっとだけの火にかけて蓋して放置して終わり。楽ちんよね、これで。明日の明日の朝飯になってしまうよ。アルミホイルっすやっぱ先輩ら。下手しいロストルいらんからな、アルミホイルあったら。下しい時は OK ね。うん、you
おはよう。はい。あ、ごめん。いい感じじゃん。超いい感じ。超いい感じだよ。うまそう。低温調理具がある色。死ぬもりやわし、ただの超党使いと思ってません。あ、二刀流回転剣舞こち二刀流六刀流これね、意外とするんですよ、これ知ってます？なんぼなん、なんぼと思います？ハンマープライス8000円。3000円。8000円。8000円。ああ、近いね。おお、マジで高めに見積もったのに。なんとこれ6000円ぐらいします。あや、たったこんだけのもんがね。関係者高いって意外と安いと思ってやつ2、3000円もありますよ。でもあの田村さんが分かってくれたわけで、死ぬほどアマゾンレビュー見るでしょ、うん、死ぬほど見るでしょアマゾンレビュー。てかレビューしか見ないでしょ、もはや、うん、商品バーって見たらレビュー見て、レビューとブログを検索するし、ボルゴを検索してそっからですよ、購入検索商品でプラスブログで検索する一連の流れというかね、他の趣味がどうか知らんけど、バイクはそんなことないねんけど、まあ元々高いし、パーツが、うん、アウトドア系のグッズはね、粗悪品が出すぎてる。あマジで、あの何も考えて安いもん買ったら爆発するとこ、いろいろ高いから使い勝手がいいわけでもない。そう、高いからは別に長もするわけでもないし、だからこそレビュー。そうだ、先人の失敗したアホども、アホどもとコメント見ないとダメなんだ、なんか怒っとるわみたいな、うん、ただでも未だに分かれんのは、中華製買って中古品が送られてきたっていうケースのアマゾンレビューが一番よう分かれん。そんなことあんのかなと、ほんまに。間違いないと思う。中古品は中古品じゃないでも要はあるみたいですよ。マジで中古品が送られてきた、買った後が、うん、明らかに開封した後がありとかいうコメントよう見ますよほんまに多い、それは。開封してたのに、なんか調整に中国人にパッケージしたいような。パッケージングはまあ大事やからな。違う道やけどさ、うん、まさかこんな山道通るとは思わなかったで。俺好きだよこういうの